フェリューダ・ギシュルス出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2001年23歳で FC バルセロナのカンテラであるインファンティル A に入団した。入団後は順調にステップアップし2006から2007シーズンにより FC バルセロナ B に名を連ねた。また、このシーズン途中にはバルセロナのトップチームに負傷者が続出したことから トップチームにも出場している。しかし、世界有数のチームである FC バルセロナにおいて、トップチーム定着はならず、負傷者の復帰に伴い再び FC バルセロナ B に戻っており、翌2008年1月に、フランスのオリンピックリヨンに出場機会を求め期限付き移籍をした。移籍期間の終了後もバルセロナには復帰せず、 スコティッシュプレミアリーグのセルティック FC に140万ユーロで移籍した。なお保有権の25%は、現在もバルセロナが保持したままである。2011年2月19日、ロシアプレミアリーグに昇格を果たした FC、ボルガニジニノブゴロドへ移籍することが決まった。二千十二年一月にメキシコのサントスラグが移籍した。二千十六年六月三十日、 クルス・アースルから、セーグンダ・ディビシオンの CD、テネリフェに、ローンで加入することが決定した。ありがとうございます。